出雲、片子栄冠伊豆、元加賀の航空母艦化改修工事が進んでいます。実は、1回目の改修工事が終わった伊豆、最寄り先に、加賀の外観が変わるということで、急展開を見せているようです。滑走路が短いのは、もちろんダメですが、艦首が台形だと、危険らしいのです。今回は、伊豆、元加賀の改修の様子を見ていくことにしましょう。2023年度の防衛費は、過去最大の6兆8219億円。この中には、海上自衛隊最大艦艇である、ヘリコプター搭載可能な出雲、片護衛艦1番艦伊豆、元2番艦加賀に、F-35B 戦闘機を艦載機とするための軽空母化改修費用52億円が含まれています。現在、この、2艦伊豆、元加賀の改修は、5年に一度実施される大規模定期検査を利用して、それぞれ2回に分けた改修工事が予定されています。実は、短距離着陸と垂直着陸が可能なアメリカ製のステルス戦闘機 F-35B を搭載するには着陸する際、1000度 C 以上で、下方へ噴出するエンジンの排気熱に対応する甲板の耐熱処理や艦首を、現在の体型から、近くに変更する等の改修工事が必要になるのです。まず、出雲です。海自の横須賀基地を母港とする出雲は、2019年末よりジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、F-35B が離着陸できるための最低限の改修工事を行い、2021年6月末に1回目の工事が終わりました。現在は通常任務を行っています。もともと、出雲、ガタには、設計当初から、F-35B の搭載を想定していたので、エレベーターなどの大掛かりな工事は、行われていません。そこで、具体的には、1回目の改修で、高温の排気熱に耐えられるよう、飛行甲板の特定の場所、つまり、F-35B が着艦すると、想定されているヘリコプター発着艦用の場所に特殊な塗装を施し、耐熱処理や電源設備を設置しました。飛行甲板には、艦首から艦尾まで黄色いセンターライン、標識線、トムラインが引かれました。この線は、艦載機が着陸する際にパイロットを導くためのもので、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦と同じものです。2021年10月5日にアメリカ海兵隊の F-35B を使用した伊豆、モノ発着艦試験が行われました。パイロットはトムラインに機体の中心を合わせて着陸しています。今まではヘリコプターによる回転翼機のみを運用していた海上自衛隊で、初めて固定翼機による発着艦試験を成功させたことは、歴史的とも言える出来事でした。飛行甲板のトムラインと並行して、交互に赤と白のセーフパーキングラインが引かれていますが、このラインは、左舷側が滑走路で、右舷側に環境構造物の設置、駐機スペース、エプロンという目印です。つまり、このトムラインに、機体の中心を合わせて着陸すれば、右側の環境構造物にぶつかったりしないということです。トムラインと交差するように、2本のラインが引かれており、F-35B が短距離発艦する際に、水力ノズルを下に向ける目安になっています。今回の改修工事では、外観上の変化はありませんが、F-35B を安全に運用するために、飛行甲板の先端部の変更が行われています。今は台形ですが、今後艦首部分を四角形に拡張して、滑走路を伸ばし、艦載機の露天駐機場所を確保するための工事が予定されています。F-35B はストブル、短距離離陸、垂直離陸機ですが、
初感知は、滑走路は少しでも長い方がいいので、艦首部分を四角形に拡幅する必要があるというわけです。次回2024年度末から始まる第2回目の改修で、F-35B の発着艦を可能にするため、艦首部分を四角形にする工事が予定されており、2026年度中に完了する見込みということです。一方、2番艦加賀は、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所で、1回目の軽空母化改修工事に入っており、出雲が1回目に行った飛行甲板強化のための耐熱塗装などが行われました。加賀は、元も先が細くなっていく台形の艦首なので、このままでは細くなっている先端部に乱気流が発生し、F-35B 戦闘機が短距離発艦時に危険なので、出雲に先駆けて、艦首形状を四角形にする拡幅工事が実施されています。1回目の改修工事は、2023年には終わる予定で、2回目の改修は、2026年と2027年に実施される予定ということです。加賀の改修内容を少し紹介します。2回目の改修に向け、発艦誘導装置を取得します。発艦誘導装置は、レイセオン社が開発し、F-35B などの航空機を悪天候下でも GPS 衛星信号と抜き性広報システムを利用して高精度で航空母艦や強襲揚陸艦への着艦を自動的に誘導するシステムです。この発艦誘導装置はアメリカ空軍の航空母艦や強襲揚陸艦、イギリスやイタリアの航空母艦にも配備されています。これは伊豆、元加賀の両艦にも搭載される予定です。F-35 ライトニング 2B は短距離離陸、垂直着陸の戦闘機ですが、システム的には垂直離陸も可能と言われていて、万能な戦闘機と定評があります。とはいえ、搭載できる燃料や兵装の量から考えれば、やはり離陸時の負担が少ない短距離離陸での運用が最適と考えられます。アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦は F-35B を運用するために艦首部分が四角形になっていますから、今回の出雲型の改修はアメリカ海軍と同じ形にすることで相互運用を想定したのではないでしょうか。また、イギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスは F-35B を艦載機とする航空母艦なので、スキージャンプ式滑走路を備えることが F-35B を効率的に運用するためには不可欠となっています。しかし、出雲や加賀では F-35B 戦闘機を搭載してもヘリコプターの運用を重視しているので、対潜ヘリコプター空母として運用するため、船体前方下部には対潜戦闘用の大型ソナーを設置しています。ここに、スキージャンプ式発艦装置を設置すると、艦艇のバランスが悪くなることが心配されます。最悪の場合、艦艇上部の重量配分が重くなるトップヘビー状態になる可能性も出てきます。そうなると、台風や荒天時に波の影響を受け、艦が転覆してしまうという危険性も考えられるのです。日本政府は、F-35 ライトニング 2B を常時艦載機として運用はしないと明言しています。従来通り対潜ヘリコプターを搭載し運用する予定なので、伊豆、元加賀にはスキージャンプ式発艦装置は設置しないと思われます。伊豆、モノ飛行甲板の艦首部分を四角形にする改修工事が残っていますが、現在の計画では、F-35B ライトニング 2B を艦載機として運用するための認証を得ようとしていますので、運用そのものは問題ないと考えていいでしょう。出雲が2022年内に
アメリカ東海岸まで行って、F-35B の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働と想定されています。加賀は、2024年内に、F-35 ライトニング 2B 型の運用認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終え、伊豆、元同様、2027年頃から、航空母艦として、本格運用が可能になるのではないかと考えられます。2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F-35B を6機調達する予算が盛り込まれており、総数42機の導入を開示は予定しています。最初に F-35B が配備される拠点は、宮崎県の航空自衛隊の新田原基地とされています。その後、必要に応じて航空母艦化された伊豆も型に艦載され、2024年度からの配備が予定されています。新田原基地に配備される理由は、今後、馬毛島、鹿児島県に自衛隊施設を整備する予定であることと、広島の呉に加賀が配備されているので、連携を深めることが可能な位置ということが配備される理由になったとみられます。計画通り進めば、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした海上自衛隊の航空母艦の運用開始は、4年以上先になりそうです。その頃には、現行の大隅型輸送艦の代替艦建造も準備が進んでいると思われますから、その仕様や進捗状況も気になりますね。伊豆、元加賀の F-35B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦、海自発の強襲揚陸艦として、この2艦を代替運用する可能性も考えられます。そうなった場合、従来まで、日本国憲法の解釈によって、自衛隊は自衛のための最低限の実力を備えた組織であり、攻撃的な兵器、兵装を保有することは禁止としていることで、航空母艦の保有を見合わせてきた経緯があります。しかし、日本政府の見解は、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているが、防衛用の航空母艦なら、憲法や自衛隊の理念には反さないというものです。言葉をもてあそんでいるようにも感じられますが、今後、慎重に議論を重ねてゆき、日本の安全保障が守られることを願います。アメリカが凍結したレールガン開発に日本が完成間近で極超音速キラーとなる情報をキャッチしました。今回は日本が完成間近の電磁砲開発を詳しく見ていきますね。ロシアの極超音速は偽物とわかり、中国の極超音速も怪しい性能、今こそ使うべきだよ。2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3 パトリオトミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M2 キンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M2 キンジャールは、航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、
回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M にキンジャールを、PAC-3、パトリオとミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M にキンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う兵器の一環として、2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。レールガンは、現在の防空兵器として、主力といっても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電気、電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が、低額で済むとされる。レールガンは、砲弾を、電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で、推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは、1800年代中盤と、かなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦や、1939年からの第二次世界大戦時には、すでに、ドイツや日本といった国々で、レールガンの兵器としての開発が行われていたが、この頃の技術水準では、実用化はさとしたばなったのが、実態であった。レールガンの構造は、火砲における砲身の代わりに、2本のレールを平行に設置し、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端部分に電源から、引いた電極を接続するのみという、簡易な機構で成立させることができる。この状態で、2本のレールに通電させると、砲弾は、電磁力によって、先端部分へと、電磁力によって、推進力を得る形となり、物理的には、非常に平易な構造で、砲弾を射出するに足る力を発生させるものでとして注目された。こうした物理的な構造によって、レールガンは、その利点として、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵不要であり、その分製造が安価で済むと同時に、火薬を用いた火砲の砲弾よりも、高所速で、かつ長射程を実現可能と考えられた。その反面で、レールガンの物理学的な弱点は、砲弾を射出する際の電磁力のエネルギーロスが課題であり、かつ射出に必要とされる電源から、大電流を取り出す必要があり、第二次世界大戦時には、砲一門に発電所を設ける必要があるとまで見さされた。こうしたレールガンを実現するためのハードルが緩和されたには、1960年代に入ってからで、電力供給用に単極発電機が使用されたことで、現実味を帯び、1980年代に、アメリカは、宇宙空間でそれを活用すべく、研究を続けた。アメリカでは、宇宙空間の軍事利用を推進すべく、SDI 計画の中で、レールガンの実用化を期としたが、19991年の旧ソ連崩壊に伴う、政界的な軍縮傾向の中で、下火となり、1990年代以後は、地球上での使用を前提としたものへと回帰する。
アメリカ海軍では、イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得て、2010年には、およそ 10kg 強の砲弾を撃ち出すレールガンの試作に成功。2016年をもくとに、水上戦闘艦に搭載する発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km を目指した。そして、2020年までには、その開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してのみ、テストを行うことを期としていたが、この発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km という仕様のレールガンの実用化には、少なくとも、25MW の電力を賄う必要が生じた。この当時、25MW もの電力を供給することが、物理的に可能であった水上戦闘艦は、アメリカ海軍の中でも、新機軸の導入で、高コストが問題となり、わずか、3隻の建造で、打ち切りの浮き目にあった、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦しか存在していなかった。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があるとされていたが、アメリカ海軍の主力艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、同 9MW ほどしか、それがなかった。つまり、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、試作されたレールガンを稼働させるに足る電力供給が、全く不可能であり、その実現には、新たな蓄電システムの実装が必須だったが、そもそも、レールガンの運用に必要な電子機器類の開発が容易ではなかった。そして、そうした課題に、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間に、実に、射程距離で、レールガンの使用を遥かにしのぐ、1000km 超級の極超音兵器が、世界的に出現する状況が発生してしまった。前述したように、アメリカ海軍が、実用化を目指していた、水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離は、およそ 160km ほどしかなく、仮想敵国である、ロシアや中国の対艦ミサイルの射程も、はるかにこれを凌駕してきたため、その有用性は、薄れていった。アメリカ海軍では、ほぼすべての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に対して、それに、若干の改修を施せし、そこから、運用可能な新型の迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、はるかに運用効率が高いと判断。事実上、レールガン開発は、凍結に向かった。ただし、こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の、事実上の凍結という、事態を見た中国は、技術力の向上によって、その課題を克服し、およそ 25kg 砲弾を、マッハ7以上の速度で、射程距離約 250km まで高めていると、喧伝している。中国海軍では、自軍が、開発を今後も推進するレールガンについて、その用途は、沿岸部の防衛任務を想定している模様で、レールガンの砲弾の速度を生かした、極超音速兵器への迎撃ではなく、敵艦敵の接近拒否用に位置づけているようだ。日本におけるレールガン開発は、口径 40mm の砲弾を、初速 2000km 秒以上で射出し、レール自体の耐久性は、120発以上を想定、最大で約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用途に使用するとめされている。レールガンの砲弾は、通常の火砲と同様で、無論、誘導装置等が内蔵されたものではないため、冒頭で述べた PAC-3、パトリオとミサイルシステム等と併用して、極超音速兵器の迎撃の一環を担う、兵装としての運用が構想されているのだろう。地対空誘導弾である、PAC-3、パトリオとミサイルシステム等のミサイル一発の単価は、少なくとも億の単位であるが、レールガンは、これが同200万円ほどと考えられていることから、はるかに安価であるのは、間違いない。
しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、当時の西ドイツが、敵の戦闘ヘリを排除するために開発したゲパルト対空戦車が、対ドローン迎撃に、効果を発揮していることを考慮すれば、安価な対空防御は、こうした兵器の再評価も必要かもしれない。22隻建造予定だった、も、ガミ型が、12隻で、計画を終了させた。そして、令和6年度の計画艦からは、も、ガミ型に代わる新型 FFM の計10隻が建造予定である。個人的には、新型 FFM に加えて、UAV 母艦の建造を熱烈提案したいところだ。今回は、UAV 母艦の必要性と期待する能力について話していくね。まずは、UAV 母艦の必要性について一緒に考えてみましょう。自衛隊はグレーゾーン対策を強化すべきだと思いませんか？日本が巻き込まれる戦争は、間違いなくグレーゾーンから、始まると考えている。これは2023年6月28日に発表された防衛技術指針2023に記されているように、防衛省は今まで国家正規軍同士の正面衝突を主に想定し、戦車、艦船、戦闘機といった装備体系を着実に整備してきたが、グレーゾーン対策はおろそかになっている。現状の分析として、中国との関係で尖閣諸島が関わり、ロシアとの関係では北海道が戦争の焦点となる。2023年6月1日の共同通信では、国家海洋局が1990年4月に提起された領海法では、尖閣諸島が含まれていなかった、中国が1992年2月に、領海法を制定した際は、沖縄県、尖閣諸島、中国名、長魚島を自国領と明記するようにと、軍部が強硬的に実現させた。2023年1月30日に、沖縄県石垣市は、尖閣諸島周辺で2回目となる海洋調査を行った。その時の調査中に、中国海峡局の船が、領海に侵入し、こちらは中国海峡船団である。火船は、我が国の領海に侵入した。直ちに退去せよという警告が、無線でなされた。その際に、中国海軍の艦艇から、回収された中国海峡局の船が、尖閣諸島の沖合を航行しているのが、初めて確認された。その船に搭載された武器は 76mm 砲のようで、偶発的な衝突の危険性も高まっているし、中国は日本よりも圧倒的な数で脅かしてくるのだ。2012年時点では、日本が保有する巡視船は51隻で、中国の40隻に対して優位を保っていたが、同年の日本による尖閣の国有化以降、中国が大幅に装備を増強し、その2年後には82隻まで増やし、2023年2月時点で2倍超になっていた。2023年5月27日、中国海峡局の船は国際司法の場で尖閣の領有権を争うことを想定し、周辺海域における法執行の実績を示す証拠として、船舶自動識別装置、AIS データを発信しているらしい。現場で中国船の退去を求める
海上保安庁の巡視船は、運用を秘匿するために、AIS を作動させていないので、国際司法の場では、日本は、何もしていないことになっている。2022年11月25日、ロシア連邦保安庁の内部告発者の発言によると、2021年8月に、ロシアは、日本を相手にした、局地的な軍事紛争に向けて、真剣に準備をしていたと報じられた。また、ロシア下院議員の、ロシアは、北海道に、すべての権利を有しているという、無鉄砲な発言に対して、林外務省は、根拠がないという反応を示しただけであった。実際に、ロシアは、日本海でのミサイル発射訓練の頻度を増やし、北極艦隊から、太平洋艦隊に、最新原子力巡洋艦を配置替えまでやっている。中国にとって、日本の領土問題となっている、島々で発生する侵入事件も、当該国にとっては、国内問題に過ぎず、防衛省は、まだ戦争レベルに発展していない状態での紛争に対して、対応はできない。海上における人命、財産の保護や治安の維持は、警察機関である海上保安庁の任務でとなっている。しかし、日本の某島に民間人に扮した工作員が潜入し、軍隊の上陸を容易にするための工作をしていると仮定しよう。その工作員が海岸を爆破して、上陸舟艇の立ち木を容易にする工事をした後、島の土地を大量に買い上げるため、島民に対して侵略に賛成するように働きかけるのだ。この段階では、出入国管理法や火薬類取締法の違反事例とするのか、それとも、日本に対する武力侵略行為に該当するのかは判断できません。結局のところ、治安出動が発令されるまでは、警察が対応するわけだが、その間にも、工作員の数が増えてくるでしょう。仮に、日本の警察力によって、工作員が不利な状況になった時は、相手国の軍隊が介入してくる可能性も十分に考えられる。一旦工作員に侵入されてしまったら、おそらく、海上保安庁の能力だけでは対処できません。しかも、侵入後は、陸上の問題となり、海上における人命もしくは財産の保護、または治安の維持には該当しないため、海虚無行動を発令できないのだ。これが、ロシアや中国などにとっては、単なる国内問題であり、戦争ではないことから、自衛隊の出る幕ではなく、警察力で対処することになるわけだ。要するに、グレーゾーン自体が起きる前後に警察機動隊の外部隊を自衛隊ヘリなどで速やかに輸送し陸上対処をさせなければならない。グレーゾーンとは無害通行なのかどうかは不明で、主体が国または国に準ずるものなのか、それともそうでない単なる個々のテロリスト等に過ぎない輩かどうかもわかりません。このような場合は海保や警察が対処することになり、海保や警察がお手上げ状態となる場合は、自衛隊で対処することも、グレーゾーンに入る。つまり、グレーゾーンとは、警察や海保が処置するのか、防衛省の問題になるのかの中間に位置する、曖昧な事案を指しているとも言えるだろう。ロシアによる、ウクライナ侵略の現場を見てみると、様々な民生製品や技術が活用されるとともに、急激に技術発展を遂げた UAV 等が、戦いの趨勢に大きな影響を及ぼしている。烈度の高い紛争を前提とした装備体系の能力向上のみを続けるだけでは、新しい戦い方に対応することはできず、そうなれば、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保ち続けることもできなくなるでしょうね。もはや、既存の装備体系にとらわれることなく、
あらゆる状況に対処可能な技術的解決策を柔軟かつ迅速に作り出していかなければならないと、前期防衛技術指針でも掲げられていた。当然ながら、防衛出動前提の装備開発取得にプラスして、グレーゾーンに関して間接的に発生する治安出動レベルで対応できる護衛艦を取得しなければならない。防衛省の任務以外のことで使用するために、海上自衛隊が艦艇を保有した前例がある。それは、文部科学省の南極地域観測統合推進本部が行っている南極観測の輸送支援を2代目しらせがやっているということだ。この震災氷艦の建造予算は南極地域観測艦経費として文部科学省に計上されたが、なぜか自衛艦として建造されていた。文部科学省にある北極研究戦略委員会の資料によると2代目しらせの所有は海上自衛隊となっており、実際横須賀地方隊に所属している。グレーゾーンに対応する UAV 母艦は、規模的に若干小型級になるヒューガ型が適しているでしょうね。そして、搭載 UAV としては、固定翼タイプでは、ウクライナでも活躍中のバイラクタル TB3 クラス、およびプロペラがついたマルチコプターを複数機搭載するのが理想的だ。有事で使われる UAV の任務用途としては偵察、物資輸送、必要な場合は攻撃を想定しているため、それなりの操縦手を自衛隊で育てる必要がある。さらに、緊急の人員輸送を考えると、ローター折りたたみ、機能を有した多用途ヘリコプター UH-2 にも搭載されるべきだと考える。甲板に設置するエレベーターは、前後2箇所にして、着艦した UAV は、前方エレベーターで、艦内に収容し、後部エレベーターから、飛行甲板に上げ、この艦の翼は畳んでおく。UH-2 は、下部甲板の後部エレベーター近辺に駐機させ、必要に応じて、エレベーターで、飛行甲板に上げなければならないため、艦載クレーンやヘリコプターの牽引車も必要となってくるだろう。早急に UAV 母艦を建造して、グレーゾーン対応を加速しなければならないと思うが、運用するための海上自衛隊員を増やしたり、そこに関わる要員を訓練したりする必要が伴うことは否めません。